俺はあの日からずっと人と関わるのが怖いままなんだ。お弁当作ってきたから食べよう。また人参残したら許さないから。はい、よろしい。俺はな、影からむつみのことをずっと見守り続けてきたんだ。紹介するね。私の兄弟たちよ。私んちスパイなの。いや待って待って、スパイ。悪く思うなよ。全ては可愛い妹のためだ。あんたが助かる方法一つだけあるよ。あんたたちが結婚するのさ。必ずむつみを守ってみせる。よろしくな、京一郎兄さん。